レオン・ベイ・アン・レオン・バイ・アンは、フランスの動物学者である、パリで生まれた。医学と動物学を学び、1865年に、動物学者、アンリ・ミルヌ・エドワールの下で、博士号を得た。はじめ、無脊椎動物の研究を専門としたが、1872年に、パリ自然史博物館の爬虫類、両生類、魚類の教授、オーギュスト・デュメリルが没死、その職が、 空席になった後、ビクトル・オードワンの助手のエミール・ブランシャールとその席を競い、バイアンがその仕事を継いだ。1880年から1883年の間のフランスの海洋調査船トラバイエによる生物調査に参加し、その後継船のタリスマンが地中海、インド洋、太平洋で集めた資料の研究に参加し、ミルヌ・エドワールが編集した旧館の調査結果の 執筆に参加した。1888年に、巨類の部分の報告、エクスペディションズシアンティフィクジュトラベユールイジュタリスマン1880から1883を発表した。タリスマンの航海で、スーダン沿岸の640メートルの深海から、発見されたヒモムシの種、アンフィポラスベイオンティに、バイアンの名前が付けられた。 パリ自然史博物館の爬虫類、両生類、魚類の標本を充実し、施設の拡充もいった。1895年にフランス動物学会の会長を務めた。息子のルイ・バイアンは軍医となり、ポール・ペリオと共に中央アジアを探検に参加した人物として知られる。エル・ベールは植物の学名で命名者を示す場合に、レオン・バイアンを示すのに使われる。 ありがとうございます。